川通行にご協力ください。潮風公園にまず、落ちまして7年半
それとこのダイバーシティですね、再度命名してから、5年が経ちました。その間ですね、国内のみならず、海外のファンの方にもですね、たくさん、ご覧いただきまして、本当に我々もですね、今日感無量でございます。機動戦士ガンダムはですね、まあ、皆様ご存知のように SF 作品であります。SF でありながらですね、この実物大ガンダム、見ますと、まさに我々のこの世界にですね、リアルに、存在する、もうあたかもですね、前から、この世界に、あったからのごとくですね、この存在感を保つわけであります。このガンダムを通しまして、ガンダムの世界観、それからこの大きさを通しまして、実在感、皆さんに楽しんでいただいてですね、皆さんからは、いろんなこう空想といいますかね、想像をいただきました。ザクはどうなんだろうですとか、ガンダムはこの方向はどちらを向いているんだろうですね。その、想像を聞くたびにですね、我々は、まあ、そういう意味といいますかね、非常にこう喜んだわけであります。皆さんの想像の一つ先を行けたかなですとか、まあ、本物を作れたなですとか、まあ、こんなに喜んでもらった、まあ、そういった考えでですね、我々は、まあ、今日を迎えたわけであります。まあ、144分の1のガンダムから始まってですね、1分の1に至るまで、37年間皆さんにガンダムは支えてきてもらったわけです。さて、これからどうなるんだろうと、この先が非常に楽しみなわけですが、この後ですね、サンライズの宮川本部から皆さんに説明申し上げますが、新たなガンダムのストーリーを作るですね、プロジェクトがスタートいたします。ぜひですね、新しい、我々が提供する新しいガンダムをですね、また皆さんに楽しんでもらいたい、ぜひ驚いてもらいたい、そのように思います。これまでですね、頑張ってきてくれたこの RX78 ガンダム、非常に名残惜しいって言いますかね、今日見ましたちょっと涙が出そうになりましたが、今日で、一旦お別れになります。ただ、新しい姿、新しい、スタイルでですね、また皆様の前にですね、ガンダムが、まあ、お披露目できるような企画も、ぜひ考えていきたいなと、そのようにも思ってますので、そちらの方もぜひ期待いただければなと思います。これまで、このガンダム、それとこの RX78 ガンダムもですね、支えてきていただいた皆様に、本当に感謝申し上げますとともにですね、私からの簡単でございますが、ご挨拶とさせていただきます。本当にどうもありがとうございました。